マルセロ・ヒラリオ・デル・ピラールは、フィリピンの作家、法律家、フリーメイソン、編集者である、アントニオルナとデレテ、中央、デル・ピラール。1890年、スペイン彼は1850年に生まれた。1860年に、サンフアンデレトラン大学で芸術の、純学士を取り、1880年に、セートマス大学で法学の学士を取得し、弁護士になった。 1882年、彼は最初のタガログ語に関し、タガログ新聞を創刊して、修道会による地方政治支配を批判し、1888年にスペインに向けひそかにマニラを脱出した。マドリードでスペイン在住のフィリピン人留学生たちを組織して、プロパガンダ運動を始め、雑誌、ラソリダリナードを創刊した。そこで彼の打ち出した。 運動の方向性は以下のようなものであった。プロパガンダ運動の3人の指導者、左からリサール、デルピラール、ポンセまた資金不足を主な原因として団結しも1895年11月15日をもって定官となった。各して10年以上にわたる運動であったにもかかわらず、プロパガンダ運動は改革という面では何ら目立った成果を上げることもできなかったのである。 しかし、スペイン人統治者たちは、このような暴力に訴えない提案すらも、植民地支配を脅かすものであると危険視した。1896年に、スペインのバルセロナで死んだ。1951年に発行されたゴペソ紙幣に、肖像が使用されていた。マルセロには、姉が3人、兄が5人、妹が1人いた。 1878年マルチャーナ・デルピラールとトンドで結婚した。マルセロとマルチャーナ・デルピラールは、いとこ同士である。7人の子供を残した。ありがとうございます。